町の子。それは土曜日の晩でした。春太郎は風呂屋から飛んで帰りました。春太郎が湯から上がって着物を着ていると、そこの壁の上にジャッキー・クーガンがバイオリンを持って街を歩いている絵を描いた。 大きなポスターが、そこにかかっているのです。12月1日より、ジャッキー・クーガン、町の子、キネマ館にて、と、書いてあるのです。それを見た春太郎は、大急ぎで、帯をぐるぐる巻きにして、 うちへ飛んで帰りました。春太郎はジャッキー空眼が大好きで、ジャッキーの写真は大抵見ていました。だからもう今ではジャッキーの顔を見ると、長い間のお友達のような気がするのでした。お母さん、行ってもいいでしょうね。春太郎はそう言って、 お母さんにせがみました。でも、一人ではいけませんよ。お姉さんとならいいけど。うん、じゃあお姉さんと、ね、そんならいいでしょ。春太郎はるたろうは、お姉さんのとこへ飛んで行って頼みました。お母さんは行ってもいいっておっしゃったのええ。 お姉さんとならいいって。じゃあ、行ってあげるわ。嬉しいな。これからすぐですよ。春太郎は、お姉さんに連れられて、キネマ館へ行きました。二階の正面に座って、ベルの鳴るのを待っていました。しばらくすると、ベルが鳴って、 チカ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 とフィルムの回る音がしだしたかと思うとパッとジャッキーの姿が目の前に現れましたパチパチパチと春太郎も思わず手を叩きましたここにカリフォルニアの片田舎に一人の少年がありました その名を、と、弁士が変な声を出して説明を始めました。春太郎は、弁士の説明なんかどうでもいいのでした。ただ、ジャッキーが出てきて、笑ったり、泣いたり、歩いたり、座ったりすれば、それだけで十分。 いいのでした。ジャッキーが泣くときには、春太郎も悲しくなるし、笑うときには、やはり、嬉しくなって、笑い出すのでした。ジャッキーのお母さんが死んでから、ジャッキーは、育てられたおじいさんおばあさんに別れて、お母さんの形見のバイオリンを、たった一つ持ったままで。 町へ出て行きました。ちょうど、これはクリスマスの晩のことで、立派な家の窓から暖かそうな明かりがさして、部屋の真ん中には大きなクリスマスツリーが立っていて、いい着物を着た子供たちは部屋の中を飛び回っていました。 あるうちの食堂の方からは、美味しそうなごちそうの匂いがしているのでした。僕には、何にもないや。おうちも、クリスマスツリーも、ごちそうも。お父さんも、お母さんもないや。何にも、ないや。 ジャッキーは、とぼとぼと歩きました。そのうちお腹は減ってくるし、寒さは寒し、その上、雪がだんだん降り積もって、道もわからず、それに、一番悪いことは、どこへ行ったらいいか、ジャッキーには当てがないことでした。 おもちゃ屋のショーウィンドウには大きなテッティーベアが飾ってありますおもちゃ屋の中から大きな包みを持った紳士が子供の手を引いて出てきましたあの大きな包みの中にはきっとたくさんおもちゃがあるんだよジャッキーはぼんやりそれを見ていますと おいおい危ないよそう言って馬車の別当がジャッキーを突き飛ばしました。どこか遠くの方でオルガンの音がする。オルガンに足拍子を取りながらたくさんの天使がダンスをやっている。そこは高い青い空で空には 数えきれないほどたくさんの星がピカピカ光っています。綺麗だなジャッキーは夢を見ているような心持ちで高い空を見ていました。すると白い髭を生やした一人の年寄りがとぼとぼと歩いてきました。 ああ、サンタクロスのおじいさんだ。きっとそうだよ。僕んとこへ、クリスマスの贈り物を持ってくるんだよ。だけどおかしいな。袋を持っていないや。年寄りは、だんだんジャッキーの方へ近づいてきました。そして、ジャッキーを抱き上げて、 自分の家へ連れて帰りました。うちといっても貧しい屋根裏で、明くる日からジャッキーはこのおじいさんと二人でバイオリンを弾いて街を外れから外れまで歩かねばなりませんでした。おじいさんは親切ないい人でしたが、ある日、 ジャッキーの子守歌を聴きながら死んでしまいました。ジャッキーはまたある有名な音楽家に救われてそこのうちへ引き取られて行きました。食堂へ入るとそこに写真がかかっていました。それは一人の女の肖像でありました。ジャッキーはそれを見て あ、お母さんだ。その音楽家もびっくりしてしまいました。ジャッキーはポケットから一枚の写真を出して、その音楽家に見せました。写真の裏には、ジャッキーへ、お前の母より、と書いてあるのでした。 その写真と、この額の写真とは、同じ人でありました。お前は、私の子だったのか音楽家は、ジャッキーをしっかり抱きしめて、ジャッキーの目から流れる嬉し涙を、拭いてやりました。お父さんの音楽家の目からも、 玉のような涙がポロポロと流れました。春太郎の目からもポロポロと大きなのが転げました。春太郎のお姉さんも目にハンを当てていました。春太郎は学校へ行く道で考えました。 早く雪が降ってくれるといいな。そして、クリスマスの晩になるといいな。だけど、ジャッキーはどうしたろう。あれからすっかり幸せになったかしら。まだ、あの大きなズボンを履いて、ロンドンの街を歩いているのじゃないかしら。 僕もロンドンへ行きたいな。お姉さんが死んでしまったら、僕、お姉さんのバイオリンをもらおうや。そして、クリスマスの晩、ロンドンの街を歩くんだ。そうすると、大きなおもちゃ屋があって、そこのショーウィンドウに、テッディベアがいるだろう。おい危ないって、 空には星がキラキラ光っていて、袋を持たないサンタクロスのおじいさんがやってくる。ジャッキーがバイオリンを弾いているのをおじいさんが聞きながら、うまいうまい、ジャッキーは今に大音楽家になるぞ、そう言って褒めました。きっと、 僕は大音楽家になるだろう。そして、僕のお父さんも大音楽家なんだ。おやおや僕のお父さんは、会社へ出ているんだっけカンカンカン、カンカンカン。その時、春太郎は、 いつの間にか学校の前へ来ていました。今ちょうど授業の始まるベルが鳴っていました。春太郎はジャッキーになることを急に思い止まって大急ぎで教室の方へ走って行きました。